今回は原爆についてお話をします。実は原爆で広島ではもうその瞬間にですね、14万人、長崎では7万人が亡くなった。ただもともとの人口の母数が広島の方が大きいですから、比率でいうとですね、長崎の方がもっとひどいダメージを受けたということなんですね。で、実はその原爆について改めてですね、爆発から10秒でほとんどその被害がもう終わっていたということを、改めて知って驚きました。 NHK スペシャルでですね、それを改めて見て驚いた内容なんです。原爆はですね、実はどこで爆発をしたかいうと、普通の爆弾のように地面に落ちて爆発するんでなくて、地上600メートルで爆発するように仕掛けられてます。で、それはなぜかというとですね、下に落ちて爆発をすると、もちろん爆発はすごいんですけどね、放射状にこういうふうに、被害が届くわけですね。そしたら、飛行機、落とした飛行機が危なくって、むしろ、地面は大穴が開いて、もちろん爆心地は大変なことになりますけど、その爆風も全部上にビューンとこう飛び上がってしまうので、わざと600メートルで爆発をさせて、つまり360度でバーッと爆発しますよね。だから下に対するダメージも一番強いのが600メートルだそうです。で、この仕掛け、いわゆるその爆発の瞬間はですね、中で火薬が、プルトニウムがぶつかるわけですね。そのでぶつかった時から実はその核分裂が始まるわけです。で、1個から2個、2個から4個、4個から8個というふうに、連鎖反応起こるんですけど、だからなんかこう連鎖反応というと、ずいぶん時間がかかるみたいですね、ドミノ倒しみたいに。ところがですね、実は250万度に達すると爆発するんですけども、250万度に達するのが時間が100万分の1秒なんです。そしてその100万分の1秒で250万度に達しますけど、その時に大量の中性子とですね、ガンマ線が放出して、で、実はそれでほとんどですね、爆心地のその直下の人たちはその時点で即死だそうです。そしてそこから100万分の1秒のところから爆発が始まるわけですね。だから非常にスローモーション、超スローモーションで言うとですね、そこから、こう光がこう放たれて、熱球っていうか、こう熱い火の塊が生まれるわけですね。で、それがその熱線が届くのが、大体0.2秒ぐらいかかるそうです。ですから0.2秒でですね、そこにいた人がファーンとこう壁にこう焼き付けられるというか、すさまじいことが起こってですね、それから、強烈な、爆風が来るわけですね。で、爆風というのがですね、大体、秒速、1キロぐらいなんですね。秒速1キロというと、音速の3倍ということで、強烈な、ですから、600メートルの高さで、爆発をすると、1秒以内ですね、1秒以内で、強烈な爆風が来るわけです。その爆風がですね、1平方メートルあたり何トンという力なんですね。ですから、人間の体をその何トンの力でピシャッとこう叩きつけるみたいなものですから、これはもうひどいことになります。で、それがですね、大体その被害は、5キロから10キロのところがもう大ダメージを受けます。大体10秒ですね。だから実は原爆が爆発して10秒間でその爆風でもうビルが飛んでしまうし、もういろんなことが起こってしまうのが10秒です。で、そこから何が起こるかというとですね、そこからそのだんだんとこう火が燃え広がって大火事になっていく。おそらくそこからですね、もう何時間が燃え続けたわけですけど、そこでその上昇気流が起こってですね、その放射能を含んだ黒い雨が降り注いだということで、その広島では十数万、14万、長崎では10万、7万がもうその日のうちに亡くなったと言われてますけども、原爆の恐ろしさっていうのが、要するに最初のもう10秒なんだということを改めて知って驚きました。やってはいけないことですし、ぜひですね、平和記念館に行ってみてください。一番感動したのがですね、
こうもうガラスも金属も全部もう焼けて曲がって飛んでしまって、鉄骨だけねじれて残ってるんですけども、子供がこうお弁当箱を抱えて黒焦げになって死んでいた。そしてそのお弁当箱を開けたらですね、あのアルミか鉄かなんかのお弁当箱なんですが、中の米も真っ黒なんですね。でそれをまあ生き残ったお母さんが眺めて、あ、お弁当を食べずに死んでいったんだ。その当時ね、ご飯のお弁当ってすごく、まあ言えばこう豪華っていうかごちそうなんですね。でそれを抱きかかえて死んでいたっていうのも、あ、すごく胸が痛みました。とにかくたった数秒でこれだけのことが起こってしまった。それが今世界に1万5000発1万6000発があると言われてます。もうこれは絶対核廃絶をしなければならないと本当に強く強く思いました。